はい、えー、トップガンマーベリックのネタバレをしたいと思います。えー、まあ、ちょっとポルシェについてお話ししたいと思います。えー、前回ですね、1作目ですかね。1作目で、えー、お相手の方が乗っていた、えー、車が、えー、ポルシェ356、えー、あれはロードスターっていうんですかね。あの、オープンカーですね。えー これをね、えー、黒いやつを持ってて、えー、で、トム・クルーズをなんか、えー、追いかけてくるのかな、まあ、逆かもしれないですけど、まあ、ぶっ飛ばすんですよねでまあ、えー、あれですね4輪をロックさせて止まるっていうねそういうシーンがあったような気がするんですが、まあ、その時にですね、まあ トランザムとね、ぶつかりそうになるんですよね。まあトランザムっていうのは、あのナイトライダーの車ですよね。で、まあそれから、えー、まあ、えー、時期は同じではないと思うんですが、まあ女性の家に呼ばれて、えー、それでね、呼ばれる時に、メモを渡、メモを渡されて、で、確か、 50pm で、pm50 で、pm5 か。で、えー、シャープって書いてあって、えー、シャープって何だと思って、日本のシャープじゃねえよなと思って、えー、まあでも、パッと見、ああ、なるほどと、と尖って,って、なる、えー、遅れるなってことね、きっかりってことですよね、シャープってね、多分ね。で、その下に、これは秘密よって書いてあって、それが、 えー、クラスファイというかね、クラスファイですかねって書いてあって、いかにもこの軍関係の人たちがね、使いそうな感じの、そういうメモを渡されて、まあ、のこのこ行くんですが、まあ、そこでこう、シャワー入っていいって聞いたら、もうお腹空いてるからダメって言われて <laughs>、なかなかすごい面白いですよね。で、まあ、えー、ワインをね、飲むんですけど、まあ、 今回の、えー、マーベリックの方でも、えーまあ、最初はね出てこないんですよねで2回目ぐらいにちょっと、えー、横っ面半分ぐらい出てきてまあ最後ですよね、えー、最後トムをガレージに迎えに来るというか乗りつけるときに、えー、まあ またポルシェにね乗ってて今度のポルシェは、えー、いわゆるナローポルシェって呼ばれてるやつですねえフ、ー、ォイールがちょっとこうウィンドミルみたいなこう、えー、風車というか風車チックなねいいですよねえー、そのナローポルシェに乗っててまあまずまあポルシェ乗ってるっていうのがまあかっこいいなっていうのはあるんですがまあ えー、ポルシェっていうのは、うん、まあ、あの、ポルシェ博士が作ったやつで、まあ、結局、えーまあ、ドイツで、第二次世界大戦で、まあ、ナチスにね、えー、協力した、まあ、敵国の車でもあるわけですね。その海軍の、えーまあ、ね、ネイビーかな、えー。海軍の空軍パイロットの、えー 恋人が、えー、敵国の、えーまあ、最高峰ですよねの車に乗っているっていうのが、まあ、なかなか面白いんですがまあこの今回の「マーベリック」でも、えー、最初ねムが家に行った時は、えー、車ないんですけどちょっと奥にですね、えー フォルクスワーゲンのビートルの古い砲、まあ、もうわざわざ古い方って言わなきゃいけない時代なのが悲しいですが、まあ、あの古い方ですね、が止まってて、えーまあえー、ポルシェ博士が作った、えー、エンジンで、フ、ま、ォ、あ、ルクスワーゲンも同じエンジンを使ってるわけですね。えー、ポルシェとフォルクスワーゲンは、えー、同じ RR リ、リアドライブ駆動。 ですよねえー、そして、えー、第1回目の恋、えー、人が乗っていた、えー、ポルシェの356は、えー、今回マーベリックで、えー、止まってたフォルクスワーゲンのビートルともう同じエンジンなんですかね、えーまあ、全く同じではないと思いますが、まあ、ルーツは同じっていうことになると思うんですよねだからすごく来にくいね演出なんじゃないかなと思うんですよね、えー まあ、あの日本人だったら「名探偵コナンの」の、えー、黒の組織の、まあ、誰かが乗ってた一番偉そうな人が乗ってた車が、えー、ポルシェ356の黒ということで一、えーまあ、作目の恋人が乗っていた車と同じですし、えー、マーベリックで後ろに止まっていたフォルクスワーゲンビートル、えー、色がちょっと似てたような気もしますがあれは、えー、やはり えー、名探偵コナン、赤瀬博士が乗っているフォルクスワーゲンビートルですよね。えー、なんかね、えー、多分趣味が似てるというか、えー、同じ匂いがするんですよね。あの、<laughs> 車好きっていう人たちはね。なんで、こういう組み合わせになっていくんじゃないのかなと思うんですよね。それで、最後ね、えー、現れてくるのが、えー 乗っっててくるののがナローポルシェっていうのこれも渋いですよね、えー、私はその次のナローポルシェの次のビッグナンバーっていうこう安全対策と排ガスかなをこう北米仕様で、えー、に合わせたやつがあってまあビッグナンバーでまあブサイクだけどまあ格好まあポルシェってもともとブサイクなんですが <laughs> ブサイクだけど格好 いい、悪、かっこ、ダサかっこ悪いみたいな、ダサかっこいい、ダサかっこ悪いみたいな、そんな感じの、えー、74ですね。74に、まあ、1週間ぐらい乗ってたんで <laughs>、まあ、あんまりにも手に負えなくてすぐね、えー、元ジャニーズの人に売っちゃいましたけど <laughs>、まあ、えー、いい車でしたね。まあ、ただ全然こう、合わないんですよね。あの、やっぱドイツ車。 真面目すぎて、えー、全く遊びがないっていうかまあ武骨なんですよねまあそれがこう恋人の女性が乗ってるっていうのもなかなか面白いなと思うんですよね、えー、でまあ、えー、ポルシェじゃあなんでその年代物の,のポルシェをね、まあ、2作とも乗ってるのかっていうのがあると思うんですがまあこれは、えー、第1作目でトムがこう えー、呼ばれた時にね家にねワインを飲んでると思うんですが、まあ、多分ワインと同じなんだなっていうことが言いたいんじゃないのかなって思うんですよね、まあ、つまり年、えーまあ、を取ればね取るほど美味しくなりますせと元が良ければねちゃんとこう長期熟成ものに耐え,耐えられるボディがしっかりしてるものであれば、まあえー、ちゃんとね保存もちゃんとしてれば 年、えー、をね取れば取るほど良くなっていくっていうことがこの多分ポルシェにね、えー、固くされてるんじゃないのかなと思うんですよね。でまあ、えー、いいね恋人はいい,いい女性は、まあ、いい男性はまあ、えー、自分とね同じ年のクラシックカーに乗っているっていうね <laughs> <laughs> 大体だから、えー、第1作目のこのポルシェの356っては、まあえー、1965年ぐらいまで作られてたと思うんですが、えー、第1作目の恋人の年齢も、えー、誕生日も1960年,年ぐらいですかね、えー、だと思いますね。で、今回第2作目マーベリックの、えー、ジェニファー・コネリー。 も、えー、1970年かな生まれだと思うんで、えー、1974か3ぐらいまで作っていた、えーまあ、ナローポルシェね、に乗ってるわけですよね。だからまあ、えー、まあ、年を取ったっていうことを隠さないっていうね、ことであのポルシェのクラシック化に乗っていて、それをとても大事にしてるんじゃないのかなと。えー、まああの まあお金はね、あの、持ってると思うんですよね。あのバーはすごい繁盛してて、二人で回してて、で、毎日毎日あの数がバカみたいにビールを飲むんで、まあ儲かって仕方がないと思って、迷っヨットまで買っちゃうと思うんですけど、まあ普段使いでも、えー、自分と同じね、年の車をね、乗っている。まあ年齢に上がらわないっていうことで、まあ、 えー、そのクラシックポルシェをね、乗ってるんじゃないのかなっていうところが、なかなかね、分かってんなってね <laughs>、これもこういう風に行きたいっていうね、そういう感じがすごいしますね。私もまあ、えー、自分とね、同じぐらいの年の車にね、まあ、ポルシェの74ですけど、に乗った時は本当ね、うん、嬉しかったですよね。まあ、なかなか、えー、そんなことはないんで、まあ、えー、ちょっとね、面倒を見てあげるのは、 大変なんですよねポルシーってねまあ、金がかかるっていうのもあるけどやっぱり事故れない、まあ、ポルシェっていうのはその頃のやつはあのまあ、ヒストリーブックみたいなのがあって、えー、このポルシェは誰々に渡ってとかねちゃんとね調べてる人がいるんですよねまあ私がその、えー、手に入れたポルシェは え、なんか北米逆輸入版で、まあ、ノラポルシェだったんで <laughs>、ヒストリーブックに載ってなかったんです。その、最初にね、えー、名を連ねることができたかもしれないんですが、まあもう今もそう、今はヒストリーブックとかないんですよね。あんだけ売られてるとね。まあ、本当にクラシックポルシェはまだ残ってるかもしれないんですが、まあね、えー、年を取ったら、えー、まあそういう新車、 うん、新しい車もまあ魅力的なわけですよね。だから最初冒頭に、えー、マッハ10の出るね、えー、まあ最新鋭のプロトタイプに乗るわけですが、ぶっ壊しちゃうわけですよね。で、結局、まあ自分と同じね、えー、ロートルな、えー、F14 に戻ってくるわけですが、まあだから年をね、 えー、取るっていうのは悪いことじゃないよっていうね、そういうのをね、えー、まあ体現してるよのがこのね、ポルシェなんじゃないのかなと思うんですよね。まあね、老害とかね、言われるようなね、えー、年齢になっても、えー、そしてもう家族はね、いなくて離婚してね、一人ぼっちになっちゃって、まあ飛行機とかね、ガレージで飛行機をいじる日々かもしれないけど、ちゃんとね、えー、外に出ていって、えー、社会に貢献していけば、 えーまあ、親友の、ね、息子を、ねえー、自分の息子のようにか、ねえー、可愛がることもできるし、えー、その恋人の連れ子ですよね、えー、の子供もにも、ねえー、お父さんと呼ばれるかもしれないし <laughs>、まあえー、ウッディ・アレンみたいにです、ねえー、若い子を。 をね、追いかけないで、まあ、そしてま、連れ子とかにね、手を出したりしないでちゃんとね、えー、クラシックポルシェをね、愛するように、えー、パートナーも、えー、年齢で決めないと <laughs>、いうね、そういうなんか、えー、古い機械とか、古いワインとか、えー、そういうものにも、むしろそっちの方がね、魅力があるんだよっていうのをね、 えまあこういうアイテムでね、まあ、今回ポルシェだと思うんですけどそれでまあ表現してるような、ね、気が、ね、しますね、まあ、だからあんまりトムは、えー、車に乗ってるイメージが、ね、ないですねやっぱりバイクで1匹狼って感じがね、えー、すごいしますね、えー